はい、こんばんは、山寺と申します。さあね、今日はね、緊急で撮ってるんですけどね、先にメタ発言しておくとですね、さっき1本ね、まるっとね、撮り終わってね、40分間ね、ノンストップで喋ったのにね、まさかのね、マイクエラーが起こってね、途中から音がビーってなっとって何も聞こえやんっていうね、マジかよっていう。ちゃんとね、音声波形を見ないと、見ながらやらないときませんねっていうね、話をしながらも違うんですよ。問題はこっちです。もうね、タイトルに出てると思います。ヒカルさんの本が、なんと買取不可になってるっていうね、衝撃のニュースが出ておってね。これについてね、ちょっとね、紐解いていきたいなと、思います。ということでございますね。記事はね、もう、概要欄に貼っておきます。週刊女性プライムで、ヤフーニュースさんの方に上がってた記事を、見てみたいと思います。あ、ちなみに、最初、時事ネタの方でね、やろうかなと思ったんですけど、一応、買取関連なんで、一応、ちょっとした専門知識、一応、買取やってましたね、うちも。コミックとかね、PC ゲームとか、まあ、いわゆるオタクグッズ系が、ね、ほぼほぼメインでやってて、同人誌やる PC ゲームの方なんでね、ちょっとね、ジャンルは違うなっていうところですけど、まあ一応、書店の販売もやってましたからね、TSUTAYA の販売もやってましたわけでございますから、そのあたりとかもね、踏まえて、のところで、ちょっとした、まあ、セミプロぐらいの、視点から見ていきたいなと思います。ということで、記事の方はこちらですね。よいしょ。どれで見てたっけ？これだ。はい、ということでね、25万部の光本を、大手中古本販売店が買い取ってくれないっていうのがありましたよ、ということです。まあ、ざっくりと、まだ記事の方はぜひ読んどいてください。読んでみてもらって、なるほどなと思ってもらったらいいかなと思うんですけど、ざっくりといくと、2冊本を持ってる人がいました。で、2冊本を、大手のね、古本屋さんに持っていきました。そうしたら、1冊は買い取りしてくれたんだけど、1冊は買い取りがしてくれなかったよ、ということなんですよね。で、詳細をちょっと触れていくと、最初私方へで2冊同じね、ヒカルさんの方2冊持ってって片方断れたのかなと思ったら、そうじゃなくて、オードリー若林さんの本と、ヒカルさんの本を持ってた、若林さんの方が100円で、YouTube さんの本が買い取り不可と言われちゃったということなんですよね。で、これってどういうことなんやろうということですね。で、他のところにも、記者も行ったりして、いろいろと調べてるんですよね。で、そのあたりに関しては、だから中古本として、どうしてこういうことが起こるのかっていうと、一応起こるリスクっていうのを、物流ジャーナリストの人に教えてもらってるらしいですね。で、そこのところに出てるのはこんな感じ。表紙や中身、極端な破損や汚れが見られたりとかね、カビなどの悪臭がある場合は引き取ってもらえないことがあります。まあ、これはよくあるパターンですよね。で、あと、本だと多いのはドッグイヤーって言って、折ってあったり、中に線とか引いてあったりすると、それも、査定の、価格の減額の対象になります。まあ、古い本で、もともとの価格が10円とかになっているやつの場合は、そもそもそこまでチェックしなかったりしますけどね。もうまとめて、バーっとね、表紙と中身が合ってるかだけ、パパパッと確認してっていうような、ケースとかもあります。っていうのがあったりするんですけどね。で、今回の場合は、もう40分喋った後だから、もう何喋っていいんだから、もう簡単にまとめますね。もうね、めっちゃ遅い時間なのよ。あんまり大きな声も出せない時間になってきましたんでね。で、こういったような場合ですね。要は、商品状態が悪くて、買い取りができない。まあ、なぜ今回のケースの場合、その実際の商品の現物写真があるわけじゃないんで、なんとも判断がしにくいんですよ。で、あとは表紙カバーがないケース。結構、カバーを取っちゃうよっていう人いるんですよね。で、持ち歩きするのにね、カバーを取って、中だけ持ち歩くっていう人が、そのカバーがない状態で売りに来ると、すいません、ちょっとカバーがないと買い取りできませんっていうのは最近は多いですよね。っていうのがあったりします。あとは、盗品も疑われるものっていうことで、まあ、さっきは2冊同時に持ってた場合は、みたいなことをちらっと言いましたけど、そういうような場合ですね、例えば、1000冊買いました。その1000冊ね、また見て、はいって売り、ね、買い取り店に持ってこられると、すいませんって。ね、まとめて1000冊だと逆に盗みようがないか。実際にうちが聞いたことあるのは、盗まれたっていうケースでね、本屋さん業界の方で、新刊本を取り扱ってる業界のところで聞いたことあるのは、最大で75冊だったかな、やられたよっていうのを聞いたことあります。それの時は、どっちだっけな、ハリー・ポッターだったか、ロード・オブ・ザ・リングだったか、ちょっと忘れたんですけど、あの辺りの方の、すげえ人気で、発売日に長蛇の列ができてみたいな時期あったじゃないですか。
あの頃とかに、やられたよというのを聞いたことあります。75冊だったよね、確か。をまとめてられたっていうのは聞いたことあるので、そういうようなやつの場合、まとめてドーンってでも持ってこられると、逃避の疑いがかけられる。10冊、だって、普通の人ってまあ持ってって3冊じゃないですか。保存用と鑑賞用と思ったっていうね、いうのがあったりしますけど、普通は1人1冊でいいじゃないですか。こういう本とかね、参考書とかもね。ですので、何冊も同じタイトルだと、ゲームなんかは特に多いんですよ。あれなんか一個単価が高いんで、ゲームをね、10本とかでまとめて持ってきたら、もう絶対どこから盗んだよってね、いうのはかけられるんで、こっちの方でやらね。まあそういう人は大体もうメルカリ通すか、もっとね、プロのルートがあるんで、そっちの方通したりするみたいですけどね。本当にプロの、盗品やる人がね。うん。まああっちももう完全に組織化されてますからね。っていうのがあったりします。まあ、だからメルカリとかに出ての氷山の一角ですよって、そんな話はいいんですよ。で、今回の場合はその盗品が疑われるのか。だからね、その人がちょっとね、かなり怪しい人で。まあ、で、あと盗品じゃなくても、反射の人だって判明してる場合は、買い取りできない場合があります。やっぱ反射の方の方との取引っていうのは、その商品取引になるんで、そっちの方に金銭を渡すような行為になってしまうんで、NG になってしまうってことがあるんで、そのあたりは気をつけどころなんで、そういうような疑いを持たれたりとかいう場合があるんですけども、今回の場合は片方は買い取ってますからね、そうじゃないでしょうね。で、また一般には入手不可能な非売品も断られる対象になりますっていうことなんですね。で、いうことで、まあ、今回の場合は、その減額になるというよりも、買い取りができないと言われる場合は、こういうようながあるっていうので上がっています。で、いうふうになってるんだけど、これね、ちょっと、一つね、欠けてるところがあって、実際には、例えば、その1店舗の在庫が、いや、基準値をもう超えてしまってる場合、例えば、まあ、この本だったら別に3、4冊とかね、持っとても売れるよねっていう本が、20冊、30冊ともう買い取りが入ってきてるっていうような場合、その場合は、いや、うちではもう売り切れないよってなっちゃって、買い取りを断るっていうケースがあります。ただ大手チェーンでも例えば、ブックオフとかだったら場合は、その横流通があるんで、他店でね、この店はね、もう今10冊在庫あるけどね、隣の市のね、ブックオフさんはね、もう在庫がないんで、じゃあこっちの方に融通してください、みたいなのが、できるシステムがあったはずですよ。FC 店だとできないとかなんかあったのかなっていう気がするんですけど、逆に FC 店でも、他店舗展開してるね、オーナーさんのところだったら、その店舗内で、そこのところ融通を効かせるとかっていうのもあるみたいですし、のができるんで、なかなかないケースなんですけど、ただこれだけドーンと売れてるケース。よくあったのは、まあ言っちゃあれですけど、AKB の全盛期ですよね。あれの時とか一人で100枚とか何百枚も買う人いるじゃないですか。当然ね、速攻、すごい、量が売りに出されるんですよね。だって握手券さえ、ね、抜いてしまえるんですから。だから、あれの場合は握手券があるかないかで。あれば、もう全然、ガッツリ買ったりしますよ。握手券ある、中古の CD ありますって言ったら、もう絶対買ってきますからね。うん、絶対売れるんで、ね。それはもう全然、もう何個で、握手券ありならね、全然あれですよっていうのがあったりしますが。ちなみにだから、アメリカではあれですよね。ダメになったんですよね。そういうのは CD チャートに、カウントしないっていう。うん、いや、もう、だからチケットとかと、向こうの場合は、ライブのチケットがついてきますよみたいな売り方があったらしいんですけど、その場合は、これはもうライブのチケットがメインになってるんだから、ありき、だから、これは CD の売り上げの感としては、オリコンチャートみたいなのがあるんですよね、向こうの。全米チャートには、入れれませんよっていうようなのをしたっていうのがあったりしますね。正規の音楽のその人気の測る指標にはならないって言ってね。まあ、日本の場合はそれが全然なかったんで、全然オリコン1位でドーンって抱えてましたけどね。さすがって思いましたけどね。そんなことは置いといて、置いといて。で、そういうのがあったりするんです。もう在庫がもうパンパンになる。特に AKB のやつなんですよ。欲しい人はもうみんな新品で買ってるで、多分ヒカルさんの方もその傾向あるんですよ。だってヒカルさんのファンって、もうそういうお金の流れとかもう詳しい人いるじゃないか。だってヒカルチルドレイなんですから。お金のプロで、そういうのがね、バリバリ詳しくて、そういうのをどんどん発信してるところで、それが好きでやってきてる人たちなんですから。ね、中古本で買ったらヒカルには一銭も渡さない。ね、何の貢献にもなんねえって分かってるんですから、みんな進化で買うんですよ。うん。ですから、極端に言うと、中古本の市場は下がりやすいんですよね。うん。ただ、まあ、これも一つ、メリットとしてはあるのは、それでも、それやって買ってくれたりすると、それで安くても流れるじゃないですか。そうすると、中古本の市場は今度、マーケティング作用ですね。価格が、いや、供給に対して、価格、
需要と供給ですね。需要で、需要で、中古の需要を極端にない状態で供給ができるんで、そうすると価格がポンと値下がるじゃないですか。そうすると、安い価格で、あ、何や、100円でヒカルさんの本がもう売っとるじゃないか。じゃあ使ってみようかなという人も現れて、それで読んでもらって新規の供給につなげるということもあるんで、全然、だから、何百冊買ってね、ヒカルさんを応援する人がね、それからそのばらまいてっていうのは、いや、布教活動って言ってね、これは全く同じ構図のところがね、どこだったっけな、なんかな、何々の方とかって言ってね、やってるところとか、あ、すごいですよね、あそこなんかはね、私がね、知ってる方でもね、一人で80冊とか100冊とかね、買ってね、どうするんですかってね、そんなにも取ってって言って、いや、配りに来てくれたの。うん。で、あなたもどうですかって言って、まあ、大丈夫、間に合ってますんで、って言っとったんやけど、まあ、そんな感じで、まず配るのに、皆さんに知ってもらうために、私100冊皆さんに配ってくるんで、それで100冊私今から買いに行ってきますわって。実はではね、私が本屋さんで働くてる時とはまた別でね、まあもちろんその本屋さんで働いてる時も、だから売り上げランキングの上に行くっていうのはそういうことですね。一人で10冊も買うっていうのがあるんでね、っていうのがあったりとか、するんですけど、うん。だからそういう、ね、丸々の法的なところとか、丸々革命みたいなね、ことをされてる方とか。やっぱあそこは強いですよ。あそこは強いですよ。あそこ革命と、やっぱ購買力で言うと丸々の方はすごかったですけどね、っていうのがあったりしますけどね、うん。だからバンバン配ってるんで、っていうのもあったりしましたね。っていうようなのもあるぐらいなんで、だからそういうこと布教活動としてね。もう言っちゃった、布教活動って言っちゃった。そういうことをヒカルさんの方でも、それを買ってね、あ、これいいと思うからね、俺100冊買ったで、それこそね、社長さんとか、まあ結構社長さんとか好きな人多いですよね、ヒカルさんって。やっぱ経営されてる方はヒカルさんのやつ楽しくなる。うちもまあ変な話、こういった YouTube とかやって、いろいろとそういったマーケティングとかっていうのはね、改めてね、ちゃんとやってみたときにやっぱヒカルさんって面白いなっていうふうに、インテレスティングに変えてますもんね。うまいこと軌道修正しましたね。ネクステのちょうど切り替えのあたりから、新生ネクステになってきたなって言って、相馬さん加入したあたりからインテレスティングにガンと振ってるんですよね。うん。それあたりも多分その長尺のやつをバーッと喋って興味を持たせるトークをするのに、ヒカルさん一人でもね、もちろんできてたんですけど、相馬さんが入ることによってね、猛プッシュで、さらにかけれるんで、1時間の尺でもね、中だるみせずにそういったことを、まあ多少ちょっと振って抜くところもありますけど、そっからボーンとブーストかけるときにすごいですよね、やっぱあの二人。あの二人の力っていうのがすごいなって思ったりしますけどね。特に素人をいじらせるときとかね。すごいのがありますよね。だからあったりするんで、そういったような感じなんで、やっぱ経営者とかそういうのが、だったら、それはね、奥稼いでる人からしてみたらね、100冊で、1000円で100冊で、10万円でしょ。うん。ああ、小遣いみたいなもんで、ね、それをね、社員に、持ってけってね、そういうような人とかもいるかもしれませんね。うん。宗教の棒でね、それやるとね、ちょっとね、危ない人だなと思われますけど、別にヒカルさんの方だったらね、いや、危ないと思われるかな。ヒカルかーってなる人はなるかもしれませんけどね、好き嫌い絶対分かれますからね。うん。万人受けするやつはやってないんですから、だからいいんですけどね、っていうところですよ。まあ YouTube はそれですっていうところがありますよね。まあそれが令和の稼ぎ方なのかもしれませんけどね、まあそのあたりについて書いてある本っていうことなんで、ちょっとそれうちもね、うちはちょっとね、タイミングがね、ちょっと、取れてなかった。今すぐ書いてなかったんであれなんですけどね。ちょっと落ちるかもなっていうリブーストの時に私聞きますんでね。任せてくださいというところでございます。その時には多分、今ね、残高がもうね、300円ぐらいなんでね、その頃には多分リブーストするよって時には多分1500円ぐらいの余裕は生まれるはずなんで、うん。頑張ります。それについてはまた動画撮ります。またね、お金のチャリチャリ大変なんだっていう話はね、置いといて、っていうような形します。ということで、じゃあ、ここで出てくるのが、それで他の本屋さんのところ行って、店頭にないお店があったんですよね。で、在庫切れで、その場合は、参考価格として教えてもらったのが、発売価格1150円で売ります。1540円の本で。販売価格は1150円。買い取りは250円ですよってことですね。これは相場よりも高いのかなっていうことで書いてありますね。新刊ということもありますが、私ども感覚で言うと高い部類だと思いますってことで。どうかな ?1500 円の定価の本で、250円って高いかな
さっきオードリーさんの本が100円ってなってましたけど、あれが確か1000円ぐらいの本ですよね。で、大体買い取り価格は、売り値の20%ぐらい。まあ、相場は相場なんですよ。だから買い取りって実は、あれ率は高いのは高いです。新品だったらね、本なんて、旧掛けなんで、9割原価で持って帰ってありますからね。だから1500円の本でも、原価が、150引いて1300円ぐらい、になってくるのかな。あ、もうちょっとしたか。旧掛けじゃないか。旧掛けからの、あれか。いや、から、そうですね。っていうのがあったりしますけど、っていうことなんで、本ってもともとその自宅販売とかでね、いわゆる、買い切り商品じゃないんで、そのあたりがちょっとね、システムが違うんでね、普通の取引とちょっと特殊なシステムがあるんで、っていうのがあったりするんで、実は古本だとすげえボロ儲けができるのはあるんです。ただ、それで売れればですけどね、250円で買い取りしましたけど、1150円で売れると思ったら全然売れなくてね、1150円って結構強気の値段だと思いますんでね、これが200円で売らないと売れませんってなったらね、当然はもう赤字になってますしね。っていうのがあったりするんで、まあこれぐらいの、まあ20%だから、まあこんなもんかなというところです。なんか新刊本っていうのを加味したら、ちょっと安いんじゃねって気もしますけどねっていうのがあるんで、これって本当に適正価格ってどれぐらいなんだろうっていうのがわからないじゃないですか。で、実はこれ簡単に調べる方法があるんで、ここまでグラグラとね、喋ってるのね、見ていただいた方、ここから、プロが教える、簡単な、価格査定の見方っていうのをご案内しておきます。これ誰でもできます。インターネット環境がある方でしたら誰でもできるんで、ぜひ、覚えて帰っていっていただいたらいいんじゃないかなと思います。で、使うのはこちらです。出してなかったかな。駿河屋さんですね。あ、そうです。日本、取り直しなんで当然ありますよ、履歴にね。駿河屋さんっていうところがあります。大手の、PC ゲームとかね、フィギュアのね、通信買取で大暴走になってる方もいるんじゃないですかね、オタク業界。ニコニコだったらもう、ね、ニコニコにいる人で、駿河屋使ったことないよっていう人、なかなかいないんじゃないかなっていうぐらい、大手さんですよね。通販で有名です。実店舗は駿河屋って名前からもわかる通り、静岡の駿河区に本店が確かあったのかな。本社があって。で、実店舗も何店舗かあります。最近大須にもできましたよね。ちょっと前に大須にもできてっていうところで、秋葉にもあるのかな、駿河屋は。っていうような、感じのところです。で、ここのところは当然通信販売がメインでやってるんで、通販での買い取りもできます。これが結構ね、便利でね、売りたいっていうところを押すんですよね。そうすると、こんな感じで買い取りのところが出てきます。するとね、ここでね、何が大きいかっていうと、買い取り商品の検索ができるんですよ。この検索っていうのを押しちゃって、調べたれば出てきます。例えば心配そうになって入れるじゃないですか。そうすると、こんな感じで心配そうになって全部うまくいく、ちゃんと出てくるんですよ。で、ここだと、買い取り価格が700円。まあですよね。これぐらいになりますよね。まあ知ってたんですけどね。先に見て、もう取ってるんでね、もちろん知ってたんですけど。ということです。700円。まあ、これね、新刊本だったらこれぐらい、半額が7、そうですよね。750ってところでしょ。770円ぐらいでしょ。っていうふうに考えてみたら、人気本っていうふうになってくると、新刊の人気本だったら、まあ、半額ぐらいの買い取りにはね、絶対になってきますよね。っていうことなんで、250円は結論安いと思う。で、まあ、こういうのがあったら、在庫がなかったら、自分ところの、うちがね、お店をやってたとしてね、まあ、実際にやってた時期があるんでね、の場合、まあ、中小のところだったら在庫数によってちょっと変えるんですよ。正直、大量に持っちゃうと、それ倒産しちゃいますんでね、いかに回転させるかなんで。で、まあ、ヒカルさんの本だったら、在庫がなかったら、もう全然これ、で、ぶっちゃけ、買い取りしてるときに、なんだっけって分かんねえやつのときは、使わせてもらってました。駿河屋さんのこの買い取りシステム。正直に言うとね、めちゃくちゃお世話になりました。全ジャンル出てくるし、めちゃくちゃ古い商品。レトロゲームとかもすっげえ取り扱いが多いんで、全部データを持ってるんですよ。すっげえ助かるんですよ、ここの買い取り価格のデータ。で、ここの前だったら700円ってなっとったら、まあ、最初のやつやったら700円か、800円くらい出してもいいですよね。っていうところもありますし、
で、まあ、売価1200、1300とかで売れるんやったら、見てみて、で、いいですね。うん、で、そして、もう在庫があるよっていうんだったら、まあ、700を落として、2、3冊も在庫があるような状態だったら、2、300円とかになってくる。まあ、10冊、20冊とね、どかどかってもうみんなが買い取り持ってきてるような状態だったら、ちょっと買い取りストップってさせてもらう時もあります。ね、覚えてるんだと、PC ゲームで昔ね、魔法少女 I さんっていうゲームがあったんですよね。あれの時は、発売日当日に、駿河屋も、あとソフトマップね、この手の業界では有名な、PC ゲームで有名な。ソフトマップも発売日当日に、買い取り禁止、停止ってなったゲームもありました。昔ね、伝説ですね。まあ、いわゆるクソゲーっていうやつで。いわゆる、18禁のね、エッチエッチなね、シーンがね、楽しみなゲームだったのに、さあ、エッチエッチなシーンだよってなったらね、画面真っ暗になってね、CG ありません。は?美少女ゲームで美少女の絵がないっていうね、衝撃のゲームがあってね、即大荒れ。ちなみに私ギリギリ売り切りましたね。忘れもしないです。うん、まあ、それはそれだけでね、一本喋るやつなんでね、同じくだりを2回も喋ってな、あ、もういいや、っていうことがあるんでね、またそれはそれでね、魔法少女愛さん先生、いいか、今、ちらっと喋っとこうか、っていうのがあったりしたんですよ。ああ、ぐらぐらの続きになりますけど、あれの時はね、うちはどうやって売り切ったかというと、その時は買って、で、あれね、なんて言ったらいいのかな。本当は金曜日発売日だったんですけど、ね、なんて言ったらいいの、フラゲ黙認っていう感じがあったんですよね。なんか、うん、流れとして、っていうのがあった感じがあったんで、ギリギリ狙ってね、もう本当に夜の12時にポンと買ったんですよ。ポンと買って、インストールかけたんですよね。インストールかけて、さーってとって言って、今はね、もうダウンロードでね、何でも聞くってできるんだけど、当時は DVD をね、ディスクに入れてね、パソコンにインストールするわけですよ、一回。で、普通 PC ゲームのインストールって結構時間かかるんですよ。ガチ残ってるゲームで、ね、DVD のディスク2枚とかになってるやつだったら、ほんとインストールだけ20分、30分とかね、ぶっ飛んでくんですよね。っていうのが知ってるんで、さ、CD ディスク入れてね、飲み物買って、持って、カップ麺をジャーッとね、お湯沸かして、で、普通食べ終わったりしたらちょうどいいぐらいかなってなるんで、食べるのにカップ麺をピーって剥いて、お湯をね、沸かしてね、カップ麺を剥いて、さあ、お湯沸くまでの様子を見ようと思ったら、もう終わってたんですよね。これ早すぎるぞと。これはやばいぞと。つまり、早いっていうことは、データ量があまりにも少ないんですよ。いや、おかしいぞ。DVD の容量を見てみたら、普通 DVD の5ギガとかそれぐらい、3ギガとかね、安いね、その、商品でゲームでもまあ2、3ギガは食うんですよ。で、普通だったら5ギガとかね、ギリギリまで使ってるわけですよね。ちらっと DVD のそのデータ容量をちょっとチェック入れたら、1ギガなかったんですよね。300か400メガとかだったんですよね。そりゃ早いですよね。インストールもね。これは、やばいんじゃねえと。あまりにもデータが差すぎる。もちろん、シナリオがたっぷりありますよっていうやつは、どんなにシナリオって増やしたって100メガいかないですから。ね。うん。テキストデータは。でも、これ、イラストが絶対あまりにも、ちょっと、絶対的に差がすぎるよ。だって、本来2、3ギガとかいかないといけない。お、でかいデブだったら5ギガとか全然いきますわけですよ。なのに、400メガですよ。0.4 っすよ。ちょっとあまりにも少なすぎるでしょっていうので、これはやばいぞと思って、お湯をブスッと止めて、飯を食う前に、ピピピーと、インストール終わった CD を出して、そのまま箱に詰めて、夜中、ほい、金曜日の夜、朝の早朝2時か3時ぐらいに、深夜営業やってるところで、どこだったっけな、おたいち行ったんだったっけな、桑名の、おたいちかどっかに走った、万代かどっかに走ったんですよ。バーッと走って、これ買い取りできませんかって。大手さんのところだったらね、そんな時間に持ってたら早すぎるだろうって言ってね、あれになるんですけどね。まあ、ああいうところだったらね、大丈夫じゃーって言ってね、買い取りしてくれるんでね、パッと持ってって、あ、これなんですけど、って今日発売のゲームだってなってね、ピッピッと、出してもらったら、買い取り価格があれ、定価が9000円のゲームだったら、あれ、フルプライスだったんだよな。で、
確か4000円買い取りで行ったんだね。まだ買い取り来てなかったらしくて、4000円買い取りでってなって、よかった売れたと言っても、どうかなこれ損になったかな、まあね、値下げで確か5000円か6000円ぐらい買った気がするんだけどね。まあそれでちょっとね、ぐらいで済んだかなと思ってね、朝の10時になってみたら、もう2ちゃんも大荒れ、どう大荒れ。もう史上最大級に荒れて。すごかったですね。で、そこはもう朝の10時で買い取り禁止。できません。もう無理これ。ってなって。すごい騒ぎになったっていうのがあったりして、それぐらいですね。組織的に買い取り禁止ですよって言って、わーってなったの。あの時は確か数回はもう無理だったはず。最初一瞬、1000円で買い取り入れてたんですけど、もう、ものの10分もしないうちに確か消えてたような記憶があります。っていうのがあったりしますんでね。っていうすごいゲームがありました。あれはね、ギリこっちはなんとかなりましたけどね、危なかったなーっていうね、ゲームでしたね。とかもありました。まあ、というか、そういうレベルでないと、そういう風にならないんで、まあ、やっぱね、それは買い取りつきますよ。700円。ね、あ、いいね。あれですよ、順当なところですよ。定価の、新刊本の、人気商品だったら、まあ、半額以上。で、中古市場でもう、バカバカ売れるよっていうふうに分かってるやつ、ゲームとかの場合だったら、もっと、上がりますよ。スプラトゥーンとかね、スプラトゥーンとかだったら、今、多分人気のやつだったら全然いくしょ。スプラトゥーンで、ゲームね。だったら、そうですね、4500円とかね、低価格いくらのゲームだったっけ？スプラトゥーンって、6500円のゲームで、まあ、4500円とかの買い取りになりますよっていうことなんで、まあ、こういうふうになってきますよね。っていうことでございます。ですので、まあ、本の場合だったら、まあ、半額、いってるんだったら、まあ、いいんじゃないかな。特に新刊だったらね、そうなるもんでいいんじゃないかなと思います。ですので、まあ、今回の場合ね、どういうケースか考えられるか、まあ、本当に店頭にすっげえ在庫を持ってる店舗に行ってしまったのか、それもそういった横のね、融通がないところで、やってしまったら、もしくはその全国的に見ると、実はブックオフで、実はもうブックオフだけで何万冊、何十万冊と全店で抱えてますっていうような状態で、もう買い取りを実は締め切っちゃっているのか。ブックオフはわからないです。このシステムに載ってないんで。っていうようなところとかですね。っていうのかとします。でも、まあ、変な話、200円、300円とかって言われるんだったら、駿河屋さんだったらね、何百円で買い取り。これはネットでできます。3000円分の査定額3000円以上と、あと30点以上かの、まとめて持ち込みだと、通販も、着払いで、送料無料でね、なんと手数料も無料で、この価格で買い取ってくれますんで、なんて親切な、本当にすげえ、皆さん、ようお世話になっております、というところですね。で、同人誌とかも全部やってくれるんですげえありがたいよ、というところがあるんで、こんなたり、ところを参考に。だからこれで、ね、さっきの、リンク貼っときますんで、概要欄に。ここからね、見てもらったらね、バシッとわかりますんでね。ぜひね、これでね、買い取りの、一助に役立てていただければ、いいかなと思います。まあね、安いところ言われたらね、ああ、この価格でしか無理なんだなと、地元のところだからね、あ、じゃあいいでしょうっていうか、まあ、もしくは、駿河屋さんだったり何円で買い取りって言ってるんですけどって言ったら、ちょっと待ってくださいねって言って、調べ直して出してくれて、まあ、行ってみた方がいいです。で、ちゃんとした人だったら、それで買い取り価格直してくれるっていうケースもあるし、こういう理由で、うちもちょっと在庫が多いんですいません、駿河屋さんの価格できないんですよって、うちの場合も正直に出ましたし、あとはね、これ完品じゃないんですよ。説明書のところが折れがあったりするんでとかって、いちゃもんに聞くかもしれませんけど、そういうのって本当に価格下がっちゃうんで、減額基準リストっていうのがありますよね。こういう感じでね、箱の傷みだとか、特典のないやつね、同梱特典品がない、初回限定版とかの場合は特にですね。で、あとは、箱説明書とかね、説明書なしは大きいですね。子供がゲームに来るときはよく説明書捨てちゃってるっていうのね、あったりします。あとは、付属品パッケージ、あとは落書きがしてあるとかね、日焼けとか、もうあとは、ペット臭、タバコ臭、これはね、場合によっては本当に付属品とか、特にタバコ臭はね、ガチで匂うやつとかあるとちょっとまずいんでダメですっていうことですね。あります。セット価格、まあ、後でやってますけど、あとは CD とかの場合は、ジャケット汚れとか、引っ掛け跡とかもそうなんですけど、あとは、傷云々もありますけど、あ、これは大きいです。大事なのが、CD センターホールの小さなひび割れ。これはもうちょっとでもあったらダメです。
というのは、CD の盤面に入ってる傷っていうのは、これ外傷なんですよ。傷外傷っていうのになってくる、事象になってくるんで、まあ、変な話、研磨すれば治るっていうケースもありますし、ある程度そのね、入り方がね、クーっていう感じで入ってるやつは厳しかって、シャッて入ってるやつは、案外、ちょっと入っとっても読み込みできるんですよ。それぐらいじゃ読み込みできなくなるようなシステムじゃないんで、コンパクトディスクのデータ容量の認識領域がね、っていうのがあったりするんですけど、この中心部、ハブの部分ですね、真ん中の、こうやって持つときのこの真ん中の部分で、ここのところにちょっとでもひびが入っちゃうと、これはもうヒビなんで、クラックなんですよね。だから傷じゃなくてクラックなんで、これは直しようがないし、そこから割れちゃうんですよね。ずっと遠心力かかるじゃないですか。ゲームで遊んでギューって回しとるとね。遠心力10度かかる。そこから、ちょっとでもヒビが入ってしまうと、そこからピキ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 って割れて、パーンって割れちゃうんですよ。っていうことがあるんです。結構実はこのトラブル多いんで、ですからこのセンターホールはヒビが入っとったら絶対あると。うん。っていうのが。します。だから、単純に高いゲームとかで古いゲームのやつの場合は、ディスク確認させてくださいっていう人もいます。このクラックチェックしたいんで、クラックチェックしたいんで見せてくださいとかっていうんやったら、ああ、いいですよって、音楽 CD とかで、ね、ちょっと高いやつとかの場合は、状態見たいんでって言って、それの場合は全然こっちの方でケースから出して入っていうようなケースもあります。ケースだけに、っていうのがあったりします。ということですね。あとは古い商品の経営劣化は減額対象となりませんということなんですけど、例えば、古本屋さんとかでね、普通の本だったらさっきも日焼けとかそういうのはありませんって言いましたけど、例えば、うちなんかだと古いの本なんかあるんですよ。これ、昭和10、ね、ちょっと、素手で持つの、ちょっと、ビビるぐらい、まあまあ貴重な本なんですよ。戦中に作られたっていう本でね、定価1円ってなじゃあ、しようか。こんな感じで、定価1円って、古い時代からですね、旧軍神列伝っていう特別攻撃隊、よく一般的に言われる特攻隊とはまた別で、特別攻撃隊、神風特攻隊とかっていうね、よく知られてますけど、それよりもずっと前ですね、真珠湾攻撃の頃に行われたやつで、昭和17年4月に初版が出てますね。これ、初版買ったこれ。昭和17年。初版印刷が4月25日で5月1日発行。で、これ、初版だ！マジか、初版書いてたんだ。もうちょっとだいぶボロが来てますけど、これなんか昭和17年の、公表的ですね。画像、サブネだけど、一応出しとか、昔江田島行った時にね、現存してる、唯一かな、世界で唯一、だったかな、現像してるやつがあったりするんですけど、公表的っていうのがあったりするんですけど、ガーッと取ってきたと思うんで、あったら出しておきます。江田島に行ったらあるんですけど、江田島にも当然資料館があって、そこのところに、まあ実はすごく詳しい、当然撮影も何もできない、一切禁止っていうところなんですけど、ぜひあちらの方、クレとか寄った時には、ぜひ江田島も回ってね、見ていただきたいし、そうすると、もう、海軍史が全部わかるっていう、すごい。資料が揃ってるところがあるんだ。すごいところがある。そこで私も知ってね、なるほどなと思って興味を持ってね、アンテナ張ってたら、たまたま古本屋さんでね、こういうのをね、ちゃんとゲットできましたっていうわけなんですけど、これなんかまさに、まさに古本ですよね。古書になってくるんで、古本なんで、当然もうボロボロですよ。しかも戦中に作られたやつね、紙質もそんなによくなさそう、ないですね。まだ、ボロボロの紙質にはなってないですけどね。昭和18年、19年ぐらいになってくると、かなり資源厳しかったみたいで、だいぶ厳しい本になってますけど、まあ、当時で、朝日新聞が実はこれ作ってるんですね。で、公表的で、特別通行機をして、10名の方が、通撃されて、1名だけ奇跡的に、生還できた方がいらっしゃったんですが、豊田市に確か、最後、晩年、いらっしゃったらしいですけどね。で、亡くなられた方のその記録っていうので、どういう風にして、戦地に向かう覚悟を決めたのかとか、そういうのがずっと書いてあるっていう、実は当時と比べるとすっげえ貴重な本なんです。実はなぜか我が家にある。もうこういうのだったら、これ確か、もちろん1円で買ったわけじゃないですよ。定価1円ってなってますけどね。
当時の物価なんでね。で、今だと、これいくらだ ?1000 円くらいで買ったかな。うん。あと、これに関してはすいません。本当に、値段見ずに買いました。うん。あるっていうのがもう重要なんだよ、ここ。あ、初版だったんだね。うん。うん。こういうのとか、が、まあ、あったのは、まあ、古本屋さんですよね、っていうことですね。うん、古本屋さんに関する記事なんかもありましたけどね。まあ、当然、古本って言ってもね、中古本、ブコフみたいな感じでね、扱うようなところと、こういったガチンコのね、古書扱うようなところだと、ちょっとまた話が変わってきますしね。当然、こういうようなやつの場合は、全然、作品としての市場価値があるんで、全然値段はつきますよね。うん。これブックオフに持ってたら多分買い取りできませんって言われると思いますけどね。うん。だから持ってくところによって、ものによって、だからヒカルさんのところにそういった本の専門店のところに持っててもね、あかんってなりますしね、っていうところはあったりすると思います。っていうことでね、まぁ、今回ね、大手ってなっとったらどこかわかりませんけどね、まぁ、でもそういうような感じで、外的要因、内的要因を分析してみました。まあ、簡単に言うと、在庫すげえ持ってたのかな、うん、どうかな。まあ、一般的なところですかね。あとは、その本の状態がちょっと写真に写ってないだけですげえ、悪くて。特にタバコの匂いはね、パッと見じゃ分かりづらいですからね。なんだ、買い取りする人も、砂漠する人は、大丈夫じゃねって言いますし、うちみたいに全く吸わない人は、いや、これ匂いは無理やわって。消臭絶対できないよっていうようなやつもあったりします。っていうようなところ。まあ、で、買い取りとしては、こういったところを押さえとけばいいですよ、ということで、もしヒカルさんの本をね、断れたよという方がね、他にもいらっしゃったらね、駿河屋さんなら買い取りしてくれるらしいんで、いいんじゃないかなと思います。そういう商売も、うちもやってみようかな、ということですね。まあ、こんな感じで、うちもね、またちょっと、ある程度ね、自分の知ってる業界のこととかね、そういったので、あったらね、メインチャンネルもあげます。まあ、そうじゃなかったら、またね、サブチャンの本もまた動かしてね、そろそろやっていきたいなと思いますね。とも言いながらね、あとまだ30分動画撮らないといけないんで、意外と大変なんですけど、メインの方を動かすのいっぱいいっぱいになってますからね。ということで、まあ、こんな感じでやっていきたいなと思います。まあ、とりあえずこの動画これぐらいで締めさせていただきます。結局また20分喋ってんじゃん。っていう感じでね、いいかなということでね。まあ、こうやったらね、こんな感じのね、雑談も入れたり、まあ、企画も入れたり、ザクなバラに、うち総合チャンネルっていうのにね、何でもありでね、やってますんでね、またこういったね、のにね、いろいろとね、興味の幅をね、広げていただけるチャンネルにしていただいたらいいなと思っておりますのでね、もしね、そういった感じでね、ちょっと興味いただいていましたら、高評価とか、あとはね、こんなのどうともね、いろいろコメントとかですね、あとは、チャンネル登録ね、ぜひ、よろしくお願いいたします。ニコ動の場合はコメントとフォローとね、いいねとギフトを待ってますよ。いくらでもギフトしてもらって、えんやで、チャリンチャリン求めとるで、それに関する切実な動画も近々上げますわ。ということで、これぐらいで締めたいと思います。ご視聴ありがとうございました。YouTube も収益化しならんかな。遠いな。